どうも、田畑ブラザーズです。兄の吉です。本日もですね、49代表校予想ではなく、僕が本命にしている高校の倒し方を教えていきます。こうなったことに対してはね、本当に申し訳ないなと思ってます。なんでこんなことをしてるんやって自分でも思ってますが、みんな甲子園に出ないんで、その思いは一緒だということで、平等に行かないといけない。あとはですね、たくさんの方が参考にしてくださってるっていうのもあります。こういう動画を出すことによって、その対象とした高校、優勝候補の弱点を教えるということは、優勝候補からするとその弱点が分かって、そこをちょっと気をつけていこうやというふうに、裏を返せばそういう表現もできます。裏を返せなくて表だけしか見てない人からすれば、おいおいそんなこと言うなよってなるんですけど、これは凡人なんですね。あ、すいません、このチャンネルではですね、僕が天才でありカリスマで、視聴者の皆様のことを凡人と呼ばせていただいてます。だから皆さんも裏を返せるように頑張ってみてください。皆さん凡人なんでね。ということで、今回はですね、山梨学院の倒し方教えていきます。心苦しいですね。練習行かせていただいて、山梨学院さんに関してはね、中央学院さんとは少し違い、この夏の大会前にがっつり撮影を入れさせていただくというビッグイベントがありましたんで、皆さんもね、ご存知の通り、寮紹介とかの動画も10万再生近くいってますし、吉田監督と直接対談した動画とかも上げさせていただいてますが、神田に言えばですね、僕が監督をしたとして、対山梨学院、対吉田監督、吉田部長、どう戦っていくかということをやっています。実はですね、田畑ブラザーズ、東スポ大スポさんの新聞ね、あると思うんですが、その新聞に甲子園期間中の連載が決まりまして、災害や火災からあなたを守る消防設備、私たちにお任せください。日々の点検は安全への第一歩、防災通信工業です。みんな買ってな、新聞買ってくださいね。はい、ぜひそちらの方もお楽しみにということで、僕田畑ブラザーズのダークホースとか注目選手とか、日々おそらく連載されると思うんで、お楽しみに。というわけでですね、山梨学院の倒し方なんですが、皆さん本当に大前提思ってほしいんが、山梨学院は夏弱いんですよ。まずそこからスタートしてください。だから山梨は強いといえど夏は弱いというふうに思ってください。あとはですね、守備めちゃくちゃ硬いんですよね。これはやっぱりそのエラー待ちはできないんで、そこがね、ちょっと苦しいところですよね。守備がめちゃくちゃうまいっていうところは、かなり期待はできないかな。期待薄、守備のエラーは期待薄なので、どうするかというと、僕は山梨学院さんに対しては、その昨年の負け同様、打ち勝つっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。打ち勝つ、ただ僕が見た練習試合で言うと、春の関東大会終了後の山梨学院対花咲徳栄の試合見させていただいて、打ち勝てるチームじゃないですか、花咲徳栄って。で、山梨っていう地域に花咲徳栄みたいな打撃特化型チームっていうのはないんですよ。だから俺は正直、自分が監督するっていう目線に対して、打ち勝てるしかないだろうと思ってたから、花咲徳栄との試合、本当に花咲徳栄が勝つと思ってたんですけど、山梨学院勝ってしまったんですよね。で、勝てた要因っていうのは、結局桜田投手が花咲徳栄打線を3失点に抑えたというところ、で、あとは打線が4点取れたっていうところなんですけど、この4点取れたっていうところを、俺は前の動画結構いい方向で解説してたんやけど、実はですね、全然なんですよね。軽く言ったかな、確かね、7回か8回ぐらいまでノーヒットなんですよ。はい、っていう打線なんですよね。で、山梨学院の今年のウィークポイントは打てないところなんですよ。ノーヒットですよ。関東大会も東海大菅生に、完封負けが、打てないんですよね。で、このどういうピッチャー打ててないかっていうところを皆さんも考えてほしいんですが、右のスライダーピッチャーです。これが今山梨学院が最も苦手とするピッチャー、東海大菅生のようなピッチャーです。
別に球速速いことはいりません。バッター陣が左バッターいないんで右打者だけなんですよ今。スタメン9人右打者なんですよ。まあ珍しいじゃないですか。だからどっちかというと左ピッチャーのチームとはやっぱ相性がいいんですよね。だから無理やりでも俺は左がエースやったとしても右の2番手とかのスライダーピッチャーを出すべきやと思うっていうぐらい、おそらくその右のスライダーピッチャーっていうのは苦手としてる。でこれは別にその内部事情とかではなく皆様が見てわかる情報やと思うんで、僕はまあ言わしてもらってるんだけど、もう右のスライダーピッチャー外一辺倒で多分打たれへんと思いますね。まあここにプラスして田端ブラザーズが今山梨学院さんに打撃指導をしたという事実も一応覚えておいてください。こういう現状があったので打撃指導を今したという状況ですから、なのでかなりコロッと変わってるかもしれませんね、夏に向けてはっていうところですね。でピッチャー陣がですね、皆様が見えてる分には桜田投手なんですけど、春はね皆さんの想像通り左の2年生投手と細い左ピッチャーと右の桜田投手の2人やったんですけど、今回、多分主軸で行くん桜田投手なんですよ。でこの桜田投手っていうのはあの春と別物やと思っててください。別人になってます。あのマジでエグなってます。それは気ぃつけた方がいいです。だから春の映像でおそらくみんなあの研究すると思うんやけど、もう全体的にエグくなってるんですよ。それが要注意ですね、まあ、コントロールいいんでフォアボール望めないんで、はい、確実にゲーム作ってくるようなピッチャーですけど、まあでも3点は取れるっていう考えにおった方がいいと思うけどな。だから桜田投手以外のピッチャー来ることをちょっと願っといた方がいいかもしれないな。でもなんか投げさしてもいいっていうイメージもないですし、攻略法としては、まあ攻略法としてはやっぱ狙い球をいかに絞るか、まっすぐとスライダーなんですよね正直。それ以外もう捨てといていいんで、まっすぐとスライダーの比率が大体 50% ずつぐらいなんですよ。だから、まあ、基本的にはその変化球ピッチャー打たして取るような感じ、三振はないんですが、そのまっすぐの威力が上がってるんで今攻略するのがかなり厄介な状況になってるという風な感じなんですよね。僕がすごいなと思ったのは花咲徳栄戦の時に通用してた左バッターに対しての外角のストライクを取るスライダーですね。だからボールからストライクになるボールで、このボールっていうのは左バッター打てないんですよ。投げてこれるピッチャーっていうのは高校生で少ない、全国レベルのピッチャーじゃないとそういう球っていうのは投げれないんですよね。でしかもサイドスローですし、かなり遠いとこから入ってくるような感じで、これが花咲徳栄は全く対応できてなかったんですよ。だから打てなかったんですよ、まあ、この動画でね言わせてもらいます。前の動画では伏せさせてもらいましたが、もう大会始まるからね言うけど、あれがすごいね。だからあの球をどう対応するかですよね。左バッターに対しての外のスライダー、入ってくるスライダーをいかにこう捨てるのか打つのか狙うのかっていう、まあでもねなかなか難しいと思います。で走塁面ですね、山梨学院の、まあめちゃくちゃ走るかって言われたらそんな走る感じもないですし、その右バッター多いんで、そのなんていうのかな、内野安打の警戒とかはいらないと思うけど、塁上出てからの警戒は戦略的にはやっといた方がいいと思いますね。であとなんとなくなんですけど、甲子園とかいろんなやつ見てて結構初球スクイズっていうのが俺からしたら目立つと思うんで、まあその場面場面ですけど初球のスクイズはちょっと警戒かな。なんか初球が多い気がする。まあ僕が監督するとしての対策ですからね、これは。やっぱ崩しにくい相手ではあるけど、今までの傾向的に夏弱いっていうので戦っていこうっていう、夏は山梨学院弱いやろみたいな感じの雰囲気で行くしかないですよね。ただ監督さんが言ってたのは今年から夏強い、夏勝てるようなチーム作りをしてきましたというふうに言ってたんで、そこだけちょっとね吉田監督が言うからには不気味やねん。あれだけ正直に言ってくれてる人やから、だから裏でも夏いけるって言ってたから、皆さんも見てください組み合わせね。第一シード全ての試合が決勝戦まで全部オール8時半スタートなんですよ。
これが山梨学院にとって水を得た魚ぐらいの有利点なんですよね。守備が絶対崩れへん、守備に絶対的自信があるので、守備が崩れた時に確実にチャンスが生まれると思います。去年のパターンで言うと、絶対的エースが打たれないと思ってたエースが打たれたんで動揺して負けてしまったんです、夏の大会。今回も桜田投手のような絶対に崩れないエースが崩れたり、絶対的自信ある守備が、守備にエラーが出まくったりとか、高校生なんて絶対あると思うんで、そういうところを見逃さないチームが山梨学院に勝つところじゃないかなと思います。まあでもほぼないと思ってくださいね。ないと思うんやけど、こじ開けるとしたらそこやと思うし、というところですかね。山梨学院の倒し方解説してきましたが、山梨学院さん、僕本命ですからね。山梨の中で一番勝ってほしいと思ってる高校の倒し方教えてきました。皆様の、倒し方の見解もぜひ教えてください。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。